ね、今日はね、ちょっと急におがゆがね、一緒に配信してくれるということでね。そう、もともと別におかころの予定はなくて。あ、そうそうそう。コロさんとご飯食べに行く約束をしてたよ。そもそも。そう、僕が、今週の休みが、うん、今日だったらお休みだから、ご飯行こうって言ってて、で、僕が、あれなんですよ、お酒を、飲みまして、ご飯を食べてる時にね、そうマリカ大会も終わって、もうコロさんとねイエーイって感じだったんですけど、それで僕が思ったよりその時酔っ払ってしまいまして、はい、バイバイする時にもうコロさんとバイバイしたくない、もうちょっと一緒にいるってだだこねて、コロさんはでも今日はコロネのあれなんだよって、配信の準備もあるんだよって言ってたのにノリも一緒にいるって言って、うん、お家に連れてきてもらって、そうで、今度ガヤとスマブラ64のしたいんだよねって言ったら、今日でもいいんだよって、そんな言い方してないよそんな言い方してない、今日でもいいんだよ、どういう言い方だったっけ、でも普通に今日マリオ、スマブラやってもいいけどねって言ったら、あんま変われないんじゃんよ言ってね、今日やる感じになったんですよ。今日いいのって言ってね。そう。今日はもうね、寂しすぎて、そう、もう無理になった。始まる前もね。何？あ、なんでもない、なんでもない。なんか、うーんって。やっぱさ、お酒入ってるからさ、うーんってなってたよね。なってないよ。え、なってなかった？なってないよ。あんま言わん方がいいやつか、これ。なってないから。なってないから、そうだね。なってないからさ。あ、話持ったかもしれない。さんでも盛ることあるんだね、うん、いや事実です皆さん、なんで急に事実ですけどね、いや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 ダメでしょ、始まるよ大丈夫って言って、うんうんうん大丈夫って、なにそれ、なにそれ言ったでしょ、なにそれ、あ、おかゆマリカお疲れ様でした、ありがとう。